伝説の美少年だった元ジャニーズランキング。山下智久、平野紫耀を抑えて1位に選ばれたのは、皆さん、こんにちは。ジャニーズファンの皆様、お待たせしました。今回の記事では、かつて、伝説の美少年、と称されたジャニーズタレントたちのランキングを発表いたします。 俳優、歌手、実業家として様々な分野で活躍しているジャニーズ出身の彼らが若い頃にどれだけ美少年だったのか、そして誰が1位に輝いたのか気になりませんか ?3 位、平野紫耀。まずは3位にランクインした平野紫耀からご紹介しましょう。2012年から関西ジャニーズ JR として活動をスタートし、その後、金刊。 や、ミスター・キング・ vs ミスター・プリンスなどのユニットでの活動を経て、2018年には、キング・アンド・プリンスのメンバーとしてデビューしました。彼はアイドルとしてだけでなく、俳優としても、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から、や、クロサギ2022年などの作品で主演を務め、その演技力でも多くのファンから支持を受けました。 しかし、2023年5月22日にはグループを脱退し、事務所からも退除今後、どのような活動を展開するのか、注目が集まっています。2位、山下智久。2位にランクインしたのは、ジャニーズ事務所の歴史に名を刻んだ山下智久です。 1996年に入所し、ジャニーズ JR としての活動を経て、2003年にはアイドルグループ、ニュースのメンバーとして CD デビューしました。その後、亀梨和也とのユニット、修士と明を結成して、和也を風靡しましたが、2011年10月にはグループを脱退。 2020年10月には事務所も退所し、現在は俳優として、またソロアーティストとして幅広く活動しています。さらに、2024年1月には主演ドラマの続編、正直不動産に NHK が放送予定とのことで、ファンにとっては待ち遠しい瞬間ですね。そして、いよいよ1位発表です。1位、滝沢秀明。そして、1位に輝いたのは、 滝沢秀明こと滝沢さんです。1995年にジャニーズ事務所に入所し、ジャニーズ JR のリーダーとして多くのファンから愛されました。2002年には今井翼とアイドル部を、タッキーや翼を結成し、その活動は多くの人々に支持されましたが、2018年9月には解散。 同年に芸能活動から身を引き、翌2019年にはジャニーズ事務所の子会社の社長及びジャニーズ事務所の副社長に就任しました。以降は裏方としての活動が中心でしたが、2022年にはジャニーズ事務所を退社し、自身で新たな芸能事務所、飛べ、を設立しました。結論、滝沢秀明の奇跡。 滝沢秀明の1位獲得は、その多彩さとリーダーシップに裏打ちされたものと言えるでしょう。彼はジャニーズ事務所を離れても、新たな道を切り開き、芸能界で成功を収めています。飛べという新たな芸能事務所の設立も、今後の活動がますます注目される要因の一つとなっています。滝沢秀明の美少年時代からの成長を支えたファンにとって、 彼の今後の活躍がますます楽しみですね。最後にアンケートへのご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。美少年たちの輝かしい過去と、今後の活動に期待が高まる一瞬を共有できたことを嬉しく思います。引き続き、ジャニーズタレントたちの応援をお願いいたします。読者への挨拶、最後までお読みいただき、ありがとうございました。 ジャニーズタレントたちの美少年時代と現在の活動についていかがでしょうか彼らの成長や新たな挑戦に注目が集まっています。これからも彼らの素晴らしい活動を応援しましょう。また、今後も興味深いトピックスでお伝えできることを楽しみにしています。